皆さんこんにちは、写真家の吉住志穂です。今回はですね、桜の撮り方についてお話ししていきたいと思います。ではまず最初、こちらの写真からご覧ください。こちらですね、ピンク色の桜と青空の組み合わせで、白い雲もねちょっと見えてますけども、すごくねもう春のこう天気のいい爽やかな組み合わせですね。で、この写真のポイントはですね、光ですね。でこの青空を、ね、どうしたらこう濃く映せるかですね。でそれにはポイントがありまして、光の差す方法、これを順光を選んでいくというのが大切です。順光というのは桜に対して、正面から光が当たる状態ですね。なので写真を見てもね、こう光を受けて桜の色もくっきり映ってます。で、青空も太陽を背にした状態、太陽の反対側の空が最も濃く青く見えるんですね。ちょっと今度天気のいい日に青空を見上げてみてください。で、太陽に近い方と太陽の反対側、どっちが濃いかというと、太陽の反対側が最も濃く見えてるんですね。そちらが順光となります。で、それとともにですね、地上に近い方と真上に方では、どちらが濃いかというと真上に近い方が濃いんですね。なので濃い青空を背景にしたい場合は、ちょっと桜をこう見上げる、順光で見上げると濃い青空を入れることができますので、ちょっとね、ああ桜があった、じゃあただ撮るだけじゃなくて、光はどっちから差してるかなっていうのを見て、もしね回り込めるようでしたら、もう桜巻き一周ぐるっと回って、青空が濃く入る順光側になるように立ってみてください。それと青空を濃く見せるポイントとしてはもう一つ、こちらですね、どういう違いがあるか。桜のね明るさ、これは一緒なんですね。露出、写真の露出は同じです。ですが一方はなんか青が濃くで、反対はちょっと水色っぽく見えますが、こちらカメラのアクセサリーのフィルター、 PL フィルターというのを使ってるんですね。右の写真は PL フィルターを装着して、で効果が最もねかかるところにちょっとくるくるフィルターの枠を回転させると効果が発揮されるんですね。一方フィルターなしの状態ですと、まあ普通に青空出てますけど、フィルターかけた方が白い雲と青空のコントラストが高まりますので、こういったね風景を撮る方なんか結構 PL フィルターを持ってる方が多いんですね。桜を撮る時に一つ持っておくといいアクセサリーの一つです。そしてじゃあ逆光はどのような写りになるかというと、こちらですね、背後から光が当たりますので、手前はちょっと暗くなります。ここはね暗くなっちゃうと思いますけども、そこは写真の明るさを調整して露出補正を変えれば明るくすることができますので、やはり明るさは桜に合わせるということで桜をきれいに見せてください。ただ明るくするということは、背景もね空も明るくなりますので、ちょっと水色っぽくなっちゃう。まあ、それでなくても太陽の近い部分の青空は少し薄くなりますので、白っぽい感じにはねなってきます。でもまたね、順光とはまた違った雰囲気ということで、これはこれでまたね爽やかな感じでいいんじゃないでしょうか。さあ、続いてちょっとね見ていきたいのは同じ光なんですけども、順光と逆光という光の差す方法ではなく、反対による光の違いですね。皆さん、日の出前ってどんなイメージがありますかね。日の出前っていうと光がねまだ差し込んでないですので、まあ、薄暗いだけではなくて、実は色にも影響があるんですね。日の出前の色、光はですねちょっと青みがかるんですね。そのために桜がなんと紫色に見えてきます。まあ、日常生活でもねなんとなく感じているかもしれませんけども、明け方っていうのは少し青っぽい色をしているんですね。
なので桜もその色に染まってちょっと紫っぽくなります。この場合はもうかなりまだね暗い状態、薄暗い、時にね撮ってるのかなり紫色が濃くなってますね。で日が差してくると桜の色もね綺麗に出てきます。まだこうね低い位置からこう差し込んでくる、逆光でね差し込んでくる感じですので、ちょっとね奥深いところは少し暗くなってますけども、そうするとねこういったあの真上からの光とちょっと違って、斜めから差し込んでくる朝の光ということで、こういったね、明るいところと暗いところのコントラストが激しくなってきたりしますね。でも日中はもうまんべんなく光が当たりますので、全体的に光が回って背景の桜も青空も綺麗に出てますね。でこちらもね順光を選んでますので、全体的に光が回って青空も綺麗に見えています。で今度太陽がですねどんどんこう低くなってきますので、また夕暮れになりますと斜めから差し込む光、この場合ねまだちょっとあの太陽があの低くなってきたとはいえ高い位置になりますので、すごく、ね、眩しい感じでしたので、逆光でちょっと明るめの写真、ハイキーなんて言ったりしますね、ハイキー気味の写真にして眩しい光の感じをね出してみました。夕暮れになってくると、あと色はどうかというとオレンジ色、夕焼けのね色に染まってきますので、なんとなくね桜の色も、まあ、ピンクなんですけどちょっとオレンジがかった感じに見えてきたりします。そしてもう日がね完全にこう陰りかけ、もうほんのりと柔らかいオレンジの色の光がね辺りを包み込みますので、さっきのその強いね、光とは違ってこう、ほのかなピンク色という感じで、すごくね柔らかく優しく温かい感じが出てきます。で、例えばね後ろに夕日があれば太陽を映し込むことなんかもできますね。この場合は夕日に露出を合わせているので、露出としてはアンダー気味の仕上がりですけども、桜をこうやってねシルエットで撮るなんていうのも面白いですね。さて日が完全にもう地上からね見えなくなってしまうと、また今度秋型のように青くなるんですね。で、空がですねほんのりとこうだんだんとね夕方の空になってきてまして、こう黒になる、その途中ですね、真っ黒になる前の時間帯、光はね当然もう桜には当たってないんですけども、夕暮れの空はまだほんのりとこうトーンが残ってますので、シルエットの桜が夕暮れの空にね映るというシルエットを見せるという感じですね。でさらにね、暗くなってきますとこんな風に青い感じが出てきます。さてこれらの光のね色の影響も見ていただきましたけども、ちょっと今回はですねホワイトバランスの話もしていきたいなと思います。ホワイトバランスはですねオートの他に太陽に合わせて太陽光、あとは曇りに合わせて曇天、あとは、晴れた日の日陰に合わせて日陰というのがありますね。それとあの人工光に合わせた電球や蛍光灯なんかもありますけれども、普段皆さん何を使われてますかね。オートにするとね自動的に補正がかかるんですけれども、このオートホワイトバランス、ね、AWB とありますけれども、これを使うと例えばちょっと、曇ってる時少し青みがかかるんですね。それがあの補正されています。今ね4枚の写真見ていただいてますけども、本来ちょっとねあの青っぽくなってるんですけども、それが、ね、補正されてピンク色がピンク色のままに出ています。でちょっとねこのホワイトバランス太陽光という方を見ていただくと、少しオートに比べて青みがかかっています。この場合実際はこの色なんですね。で曇っていましたので桜が少し青みがかってきています。ホワイトバランス太陽光というのはその場の光がそのままの色で出るということで補正がかからないんですね。オートは補正がかかりますが、太陽光、ホワイトバランス太陽光は補正がかかりませんので、もし秋型の青みをそのままに残したい、夕暮れのオレンジをそのままに出したいという場合はホワイトバランス太陽光がおすすめです。
オートにしてしまうとちょっと補正されてしまう場合がありますので注意をしてください。ということで、どんなシーンでもですね、色をそのままに出したい場合はホワイトバランスを、ですね。で、ホワイトバランス曇りにしますと曇りに合わせた色が加わります。ですので、オレンジ色がちょっと加わるんですね。この場合、曇っていたので本来は青ですが、その反対色のオレンジが加わりますので、ピンク色が出てきました。また日陰はですね、曇り以上にもともと青が強く出てきますので、ホワイトバランス曇天よりもホワイトバランス日陰の方がオレンジ色が増して映ります。ということでね、色味がちょっと変わってきますので、ホワイトバランスの使い方としては3つ。色を補正するという使い方。色をそのまま出すという使い方、そしてホワイトバランスをオレンジ色がかかるということを利用して、さらにオレンジ色を加えるというね、色を加えるという使い方もできるんですね。実は今見ていただいたこちらの写真、これホワイトバランス蛍光灯を使っているんですね。ホワイトバランス蛍光灯は緑色の蛍光灯を補正する赤紫色が加わるんですけれども、その色を加えることによって本来オレンジからグレーの夕焼け空のグラデーションを紫から青へのグラデーションに変えることができました。蛍光灯のホワイトバランスをね、自然の中で使うっていうのは意外かもしれませんが、こんな使い方もあるんですね。そして天気の良い時、クローズアップもぜひやってみていただきたいんですが、光の強さ、ね、晴れている時は当然光が強くて、で今日は、ね、曇っちゃったからあんまり、ね、撮影に向いてないかなと思うかもしれませんが、薄曇りなんていうのはね、桜を撮影する上で結構優しい光で合うんですね。ちょっと見ていただきましょう。こちらは晴れている時ですね。やっぱり晴れている時はね、色がくっきり出るのですごくね、綺麗な色が出てきます。ただ、正面からの強い光ですと色が、強く出るんですが、硬い印象にもなりますので、おすすめは逆光ですね。背後からの光がこうね、柔らかい、華やかでありながらも柔らかい感じが出てきます。で、夕暮れとかちょっと薄曇りの時なんかはね、花びらが透けた感じは残りつつ優しい雰囲気が出てきます。これもね、強い光が当たっちゃうと花びらが白く飛んだり、逆に影になった部分が暗くなったりしてしまいますので、ちょっとね、薄曇り、ほんのりと曇っている時がいいですね。晴れてる時でもですね、こう日陰に入りますと木の影になっている部分なんかを探すと柔らかい感じも出せますので、ちょっと今日は光が強すぎるなぁなんていう場合は、ちょっと木陰になっているような、ね、枝先の部分なんかをクローズアップしてみると柔らかい感じが出てきます。そして曇っている時ね、全体を広く撮るとこう青空が入らなくてね、締まりにくいんですけど、クローズアップだったらなかなか綺麗なものですね。このように柔らかい光をね、上手に使って花びらの本を優しくね、映し出してみるのもいいですね。まあ、クローズアップの場合はこうやってね、ボケも柔らかい雰囲気をね、増して感じさせてくれますので、花の桜のね、柔らかい雰囲気、曇りならではの雰囲気なんかをね、出して撮ってみるといいですね。はい、ということで、桜を撮るときに光選びが大切だということで、皆さんもね、撮影に出かけたときにどんな天気になるかはちょっとね、なってみないとわからないんですけども、天気が良かったからあいいとか、曇っちゃったからダメということではなくて、曇りも曇りならではの、また日の出前とか日の入り後も違った雰囲気の作品になりますので、光を見るということは写真を撮ることについて大切なポイントになります。ぜひね、光を意識して桜を撮影してみてください。